これがソレア心理カウンセリングセンターの、カウンセリングルームです。こちらで、カウンセリングルーム、カウンセリングをします。この窓の向こうが、丸い方面です。こちらにあるのが箱庭です。箱庭を守るように、シーサーがいます。こちらが、待合室ですね。この、ここがドアになります。ドアの横には、わずかですが、このような書籍が、あります。結構絵本が多いかと思います。こちらでカウンセリングをします。